こんにちは、浜田翔子です。今回はいきなりステーキに行ってきました。炭火焼きステーキは厚切りレアで召し上がれ。行ってきます。はい、まずは席に着いてからこちらのお肉コーナーでカットしてもらいます。私は今回フィレ 200g にしました。ちょっとね、普通にご飯を朝も昼も食べてたので、朝も昼も食べてない時は 250g にするかな。そして私はコーンが食べれないのでブロッコリーにして、あと贅沢にちょっとじゃがいもも入れようかなと思ったんですけど、今回はブロッコリーのみで、あ、そう、いつもねこの番号札を渡すのを忘れて、そしたら店員さんが大丈夫ですよっていつも言ってくれるんですけど、番号札を持っていくのが正解です。はい、オーダー完了してプロンして待ちます。たまにここでねサラダを頼んだりとかガーリックライスを注文したりもします。いきなりステーキの紙エプロン、こちらをしないとね本当に最後飛び散ってるので、服に紙エプロンでこんな飛び散ってんだってことが証明されます。いつも待ってる間は調味料をとにかく探して、もうお肉スタンバイ OK です。いきなりステーキはまだ今のところ5回目ぐらいかな。前回も YouTube 撮ろうとして妹の浜子が初めていきなりステーキだったんですけど、あのいきなりステーキカードをいただいて、ギフトカードいただいたんですけど、あ、来た。そのカードがねまさかの1年で有効期限が切れてて、カードを使えなかったので残念でした。なので皆さん、あのギフトカードいただいたらすぐ使うのがいいと思います。あー、この音最高。ジュージュー、うん、なんか見てたらお腹空いてきましたね。はい、こちらダダーン、これサムネイル用です。サムネイルのことをいつもヘッダーって言っちゃうんですよ。はい、サムネイルをちょっとね、難しい肉と浜田、はい、それではやっといただきます。いただきます。してない今日ちょっとにやついている。なんかもともと私すごい肉が、あ、そんな食べれないというか、もともと脂身がすごく苦手でなんですけど、子供の頃食べれなかったんですけど、大人になってやっとねこういうお肉を食べれるようになりました。で、昔そのちっちゃい頃はお肉とライスを絶対食べないと食べれなくて、あと脂身が食べれないので、ヒレはね脂がそんなないのでいいんですけどね。あとめっちゃ前に、十何年前とかにホラー映画の主演をさせてもらった時があったんですけど、なんかただただひたすらステーキを食べるシーンがあったんですよ。なんでなんかそれでステーキがそこから嫌いになってしまって、それもずっと撮影中はもう何枚も食べなきゃいけないんで、もう途中口に入れたらあの出すみたいなことを前はすごいしてたんですけど、今はもうめちゃくちゃねお肉大好きマンなの でお肉だけだとゼロカロリーですよねって思ってます。
それも切るのめっちゃ筋トレ。多分今回ちょっとレアにしたから、え、ほんと苦戦したんですよね、珍しく。いっぱい加熱してもらおうかな。はい、全然ちぎれない。全力で肉切ってます。やっとね、食べれて、ちょっと運動した後みたいです。はい、たくついております。はい、こちらお肉にね、わさびは最高ですね。塩とわさびがあればいいって感じです。再加熱をちょっとしてもらいます。再加熱は、再加熱お願いします。無料でしてもらえますよ。はい、待ちます。早く来ないかなって待ち遠しいです。いきなりステーキは、私ワイルドステーキを食べたことあるんですけど、ワイルドステーキはちょっと安いんですよ。結局やっぱ一番美味しいのはフィレなんですよね、自分の中では。皆さんは何が好きですか？あと肉マイレージカード持ってますか？肉マイレージカードを作ったのにどっかになくすっていう。はい、最高ですね。このね、鉄板で多分このレアをおすすめされてるので、このレアをこの鉄板で加熱させたら最高に美味しいんですよね。でちょうどね、いい感じの焼き加減で切れ味抜群になりました。このレアをちょっとジュッて焼いて、あ、そう、そしてこちら私の好きな塩をね、これすごいかけてるように見えますけど全然出ないんですよ、出てないんですよ。かけすぎって言わないでくださいね。とりあえず塩が本当に好きで、とんかつにも私は塩をかけます。あー、もう見てたら美味しそう。これ夜とかちょっとね、夜中に見てる方、飯テロですね。何グラムぐらいまでいけるんだろう。今回200グラムにしましたけど、ヒレだったら500ぐらいいけるかな。Ed invece del fandango, una marcia per il fango. 今回は BGM は優雅な感じでお送りしております。また塩です。え、ほんと、ほんとちょっとしか出てないからね、めっちゃかけてるように見えるけど。Quel cappello, non più vrai, quella chioma, non più vrai, quell'aria brillante, non più vrai,
変な歌。Notte giorno di torno tornato delle belle tramonto a riposo。 めっちゃお腹鳴った。もうただただ食べてるだけです今回。ナチセットワドチーノドモール Cherubino alla vittoria。またわさび醤油に戻しました。そういろいろねアレンジできるので最高ですね。あといきなりステーキのウーロン茶があるんですけど、黒ウーロン茶かな。めっちゃいきなりステーキってラベルが待ってるやつで、ランチだとセットでついてくる気がします。確かはい、最後の方はこのステーキソース。これねちょっと振って辛いなんですけど、気をつけてください。結構バーンってくるので。とにかく肉に集中です。ノピュフライが来た。ノンピューフライクエットがノンピューフライ。そう、なんかブロッコリーと肉、最後の一口。あこのあとねガーリックご飯食べようか悩んだんですけど、結局お家帰ってまたお腹が空きまして、デザートを食べて、なんかちょっとお腹空くんですよねやっぱ。でも美味しゅうございました。今回もランチはねちょっとお得なので、行ったことない方ランチもおすすめだと思います。はい、ごちそうさまでした。いきなりステーキでした。皆さんも行ってみてくださいね。バイバイ。